9月10日です。ごぼうが大きく育ってたので、収穫を始めてみたいと思います。毎年結構ね、ゼミに食べられてるんですけども、今年はどうでしょうか。木はまだ生きてるので、そんなにひどい害じゃないと思いますけども。今のうちに食べないと先にね、ネズミに食べられちゃいますので、ぼちぼち収穫を始めてみたいと思います。やっぱり今年も食べられてました。今掘った中の3分の1ぐらいはどうも食べられてますんで、結果の被害と思います。でもまあ食べる分ありますんで、ネズミと分かち合いながら収穫していきたいと思います。きんぴらごぼう1回分と思って収穫しました。結構タコ足になってますけども、なんとか食べられそうです。人参も1本取って添えました。これからきんぴらごぼうを作ってもらいたいと思います。